会社辞めたのに、それがなんで漫画なんだよ。正直今すぐにでも辞めたいのだが、現実問題そういうわけにもいかない。どうせ辞めるのなら、そのやり手編集長は見ておくべきだ。はじめまして、本日よりこちらに配属されることとなりました、小野寺律です。きちんと、ごめんなさい、しぶき間違えたみたい。高野さん、新しい人。高野さん、編集長。これが、俺面接に立ち会えなかったんだけど、編集経験者だったよな。はい、なんかこの人、漫画はまるっきり初めて。はい、最悪かっこいい。お疲れさん。今で仕上げるなんて言って悪かった。いえ大丈夫です。ここのキスシーンさ、もうちょっとドラマチックに描けない？書き直させるつもりか？印刷所待たせてるんだろ？いや、そうじゃなくて、今のままでも大丈夫じゃないですか？素人は黙ってろ。素人？手本見せるから急いで書いて。書けた。まさか初日にセクハラされるとは。だったらこんな会社とっとと辞めて、他社でミリオンセラーも作ってやればいいんだろう。おい、さっきのキスは謝罪もなしかよ。会社と俺は関係ありません。文芸希望がうちに配属されたの。そもそも恋愛とかよくわかんないんで。やる気ねえなら邪魔だからやめてくれ。誰だって最初は素人なんだ。ひょっとしてこの人、俺を励ましてくれているのか？他の奴ら今日はもう帰ったから、あんたも帰っていいし。小野寺です。あいつを見返してやる。帰り。打ち合わせ。じゃ。おはようございます。おはよう、小野寺君。昨日はほったらかしにしてごめんね。レッド入稿したからもう大丈夫だし、ちゃんと教えるし。あー、すいません、ちょっとトイレに。って、あのピンクの編集部は？ほら、合に行っては合に従えとか言うだろ。あー、そうだ。あと、あの人たち、乙女部って呼ばれてるから。うせえ！いいからとっとと原稿書いてろ！小野寺、来い。あの、俺、そんな技は。お前しか手空いてるやついねえだろ。そんな、いきなり作家さんの家に行くなんて言われても。そしてここでも。高野。泣く罪悪があんなら締め切り守らんか。大体締め切りぶっちぎってるくせに、見開きで日光東照宮なんて書いてんじゃねえよ。高野さん、先生かなり寝てないっぽいし、もうちょっと言い方を。やっぱ直したい。いいから早く手動かせ。俺、先生の新刊買いました。先生の作品、どこでも面白くて、自分が面白いと思ったものはちゃんと買って作家さんに還元したいと思って先生を励まそうとしただけなのに。それと印刷所に交渉して、明日の朝まで伸ばしてもらったか？でも今日の昼までって。どうせ間に合わないの分かってたしな。分かったらさっさと書け。はい。高野さん、最初から完璧に書かせるつもりでいたんだ。つうか、印刷所の人たち、さっき原稿渡すときマジで怖かった。印刷所は編集部が考慮しても、そこからが大変だもん。お前がいて助かった。え？普段はあんなに必須を起こす作家じゃねえんだけど。疲れ。何ドキドキしてんだ俺は。直球でいいじゃん。少し見直すべきかもしれない、俺が理想としていることを現実にやっている。お前変わってないな。これなら思い出すかも。俺男ですよ。冗談。お前、俺のこと
こと好きって言ったろ。は？人を振っといて忘れるとはいいご身分だな。え、振る？俺高3の時親離婚して名字変わってるから。え、佐賀正宗。まさか、まさかって。なんでこんなところで再会する。しかも会社の上司ってなんだよ。待った、俺も乗る。とは言うものの、高野編集長と二人きりになるのは一瞬でも避けたい。あれは高野さんにとってはただの遊びで、俺が一人勝手に盛り上がっていただけなんだ。なのに再会してあいつが吐いたセリフが。もう一度俺を好きって言わせて。ムカつく。みっか。霊夢の状況を伺えたらと思いまして。すみません、まだなんです。もし詰まってるなら相談に乗りますが。では土日でも、出来上がったら僕の家にファックスしてくださって構いませんので。大丈夫そうか。あ、はい、なんとかなりそうです。はい、エメラルド編集部、高野さん、横澤さんから内線入ってます。今日飲みに行くから付き合えだそうです。出てください、俺のせいになるの真っ平なんで。面倒だからいい。武藤先生のネームが。やっぱ飯は甘やかすとダメだな。それともまた喧嘩。それがどうした。おい、上司に帰りの挨拶もなしかよ。正宗、何の関係もない。何のつもりですか。自分家に帰って悪いのかよ。酒酔ってたから忘れてた。話しかけるなよ。担当作家とはうまくやってるか。先生がどうかしましたか。あ、何してんだ俺、ちゃんと立ってろよ。合わせたくないのに。俺家で待機してますんで、電話でもしてください。ああ、早く帰りたい。結構直してしまいましたね。ま、当面は場数を踏むことだろう。優等生なあ、なんでお前俺を避けるの。一応言っておきますけど、俺今彼女いますから。仮にも社会人なんだから、もう少し嘘つくの上手くなったら。俺はちゃんと彼女がいて。嘘つけ。やめてください。高野さん、やぼ。おんでろ。さっさと決めねえと全てがゴタゴタする。今回は落とせ。半日だけください。今から北海道行ってきます。早く行け。はい。おいおい高野、アホかお前は。中学生の部活じゃねえんだぞ。すごいクマ、メガネかけててもわかる。寝てないんだ高野さんは。やる気だけならいらないというけれど、それを人を見ると担当の俺がどうにかしないと。せめて今は自分のできることをやろう。すいません、戻りました。遅い、遅すぎる。全部やりました。最終チェックはしました。3回。
申し訳ありませんでした。感情論だけで突っ走ってしまって、皆さんにご迷惑をかけてしまいました。つうか、みんな顔面蒼白だったけど、俺は別に大丈夫だと思ってたし、昔からお前のそういうとこ好きだったし。高野さんの触れたところがじりじりと薄く。わざわざおんぶして連れて帰って寝かしてやったんだ。感謝くらいしろ。どうしよう、記憶が全くない。くそ、まだこんな時間じゃねえか。こいつやっぱりムカつく。これは恋じゃない、恋じゃない、恋じゃない。